いい天気っすね。今日もいいっすね。風も弱いし。あー、最高やな。休む日はね。まあ関係ない。冬でも関係ない。九州ですよ。あー、そうだ。雪降らんかきや。乗ってこ。例えば、いざこの間膝を痛めて、はいはいはい、温泉に行ったじゃないですか。ああ、行きましたね。だからどうですか膝の様子。まあ街にはなったんですけど、やっぱ痛いですね。ああ、まだ。はい。ああ、でまだ治療が必要だ。まあそうね。じゃあ今日もまた温泉。今日も温泉？温泉ですよ。マジ当日ツーリングまた2回目。そう。膝のこと考えて、まあちょっとあんま遠出はね。できないかな。なるほど。下場で隠れ家的ないい温泉見つけたんで。マジ？きっと T さんも気に入ってもらえると思う。お前から温泉を教わる日が来ようとは思わんかったな。でしょ？ちょっといいとこ見つけたんで。北なんです。北？はい。北で俺が知らんとこあるんですけど。まあ北も温泉いろいろある。あ、まあもちろんもちろん。まあちょっとこう少し山に入った感じで琴平温泉っていう。それ俺はお前俺が教えたとこじゃない。まあなんならもう2人で 2,3 回行ってるそうですね。後輩とも行ってますし結構行ってますけど、ね、まあちょっとね F の収集能力じゃそれが限界だ。もうなるほどね。ああ、まあ一回行ったところを安定的に、ね、そう、まあ冒険よりもちょっと安定を取ろうか。全然アドベンチャーしまあ言うと2年以上前に行ってるんで。でもそうだっけ、テロで行くの初めて。あ、そうか。そうだね、ちゃんと1年以上は経ってる。ああ、なるほど。ああ、ちょっとまあ久しぶりに行こうかな。ああ、いいね。で近くにうまい飯屋も見つけたんです。お前が。ああ、おしゃれな。お前が。はい。おしゃれな。来てください。絶対お前見つけてねえよ。おしゃれなハンバーガー屋さんを見つけたんです。絶対見つけてねえよ。まあそこもまあ行ったとこなんですけど。あれやろ、はい、こっち側から行って左手ぐらいあるとそうですね、下インターのところまあこれじゃね、まあ、安定をね、今日は安定を安定重視にいきましょう。ああ、なるほど、はい、全然見つけるとこないまあちょっと今日もね、こんな感じで、はい、穏やかなスプリングをああ、なるほどねしていきたいと思うんで、一つよろしくお願いします。よろしくー EF 団のアンモコレア相当で始まったこの進行小学校ってやっぱ 何して遊びよった。ゲームもやりよったけど、まあ外で遊んだりも。何して遊びよった。何しよったっけな、あと秘密基地的なの作ったりとか。低学年やろそうそうそうまだあの頃は結構ね、あの住宅地とかなかったんで。もうまあそうね、いろいろあと、ね、草が生い茂ってるところに勝手に入ってる。最低や今勝手になんかそこになんか泥団子を貯蔵しとったりとか。へえ。なんやろ、まあミニ四駆とかね。ああ、いいね。まあそのくらいの世代です。ドンピシャ世代。アバンテね。それもちょっと上世代かな。まあ近所のおもちゃ屋はいつまでたっても四駆郎世代でしか売ってなかった。あ、いや売ってるやつ。リバティエンジェラ。あの辺が売ってた。ミニ四駆か。まあゲームもやりよったけど、まあ周りはスーファミや。まあそうね、俺らはスーファミから始まってるから。まあその中一人自分だけファミコンしか持ってなかった。カンフーマスターみたいなやつね。ER カンフー。ER カンフーか。あとあれ、モトクロスのやつ。エキサイトバイクね。あれはまあ結構早い中でやったもん、エキサイトバイク。コースで、今でも覚えてる。あの H の、 あの三角形 の、 あのジャンプできる。ああ。ブロックを配置できて自分のコース作れるんですけど。あ、そうなの。未だに覚えてる。あの H があの三角形のブロック。子供はやっぱなんかね、ああいう変なパーツを使いたがる。なるほど。でジャンプした後。俺一発目のゲーム機はスーファミあったっけ。ああ、ファミコンはあんまり、まあ、友達家であれば。そうそうそう。小1の時にスーファミ出て。あ、そうやね。あの時はあれをね、そのネットが発達してなかったっけ、ゲームソフト買うのもギャンブルやったよ。あの時はもうそれを買ったらしばらく遊ばんといけんか。当時ね、そのソフトの情報もあんまり手に入らんかったから。ファミ通なんてそんな買えんし。そう、パッケージから漂う面白さ。選ぶしかなかった。あれに何回騙されたの。そうなんや。もうベタに行くならドラクエ FF。 まあそうだね、あの頃は。
それもなかなか売ってないんだね、近所のファミコンショップで。いや、飲むねやろ。いや、売ってないんすよ、それが。もう自分がどれだけ FF3 を手に入れるのに苦労したか。 FF3 でファミコンじゃねえか。お金は貯まってるのに買えないっていう、あのジレンマ。お年玉が手に入って、今みたいにアマゾンねえけどな。ないんすよ、ないんすよ。近所のおっちゃんの店が頼る。あの頃のもう個人商店みたいなのがもうやりたい。もう終わったもんな。昔なんかファミコンなんたらみたいな店いっぱいあったもんね。なんかファミコンショップとかさ、いっぱいあった。俺の仕事多分なかったな。あ、なかった。ベタなのしかないよ。 TV パニック。あ、そうそうそう。テレちゃんとかね。あ、テレビちゃん。そうそうそう。あとうちの近くからブルートとかいるのかな。あ、ブルート運動あった。あとはワンパク小僧。ワンパク逆になかった。あ、俺やっぱカメレオンかな。カメレオン。ちょっと聞いたことない。カメレオン。カメレオンクラブみたいな。新近くファミコンクエストっていうのが。完全にこれちょっと乗っかってる感があったけど。あとファミコンファンタジーとかなかった。あのファミコン道場今でもある。今でもある。あと基本大体3200円の通り中古が、全部3200円。あとでテトリス買ったな。3200円で。兄ちゃんがおって、それぞれ1本ずつ買おう。で、大体兄ちゃんがセンスのいいのを選ぶわけ。その時買ったのが、兄ちゃんは国尾くん。あー、どっち。あ、いや、あの時代劇。あ、時代劇。で、自分はテトリスを。まあ、案の定テトリス速攻あって、もう2人でずっと時代劇ばっかりやってる。あの時こうどっち断定のゲームとか流行ったの。あー、スーファミとかそうだね。正月とかも初売りみたいので、はいはい。まあ、自分はミニ四駆のシャイニングスコープ。あれ。で、一方兄ちゃんはロマサガ3を買って。いや、なんかあれや、全然違うな。案の定ロマサガ3やらしてって。いや、そうそうそう。こっちやっていけん、そっちやらしてって言ったら、いや、そっちやらんけん。そんなやらんよ。足が悪い。変わり種を買って失敗する。やっぱ売れてるものはそれなりの理由があるわ。まあね、しかもまあベタなんやしな。そうだね、ロマサガ3とかスクエアに任せる。なんだよな、これ面白かったもんな。スクエアエニックスに任せる。聖剣伝説もあって、エニックス、エニックス、スターオーシャンとかもあって。あー、スターオね。ちょっと待って、これめっちゃ混んどる。え、これ混んどる。これ混んじゃう、こっから混んどる。嘘やろ。多分みんなもみじ見に行ってる。マジ。一箇所曲がるとこがある。うん、それから行けば早い。これまあこいつ行きどうでもよかったな。うわ、下ガレト。ガレトンレベルじゃねえ。言うたっしょ。マジ、うん、するよ。はい。あ、ほう、軽トラも言うた。いや、しくったなと思ったもん。確かに北九州側からやったらこっち立つわな。多分、まあ、立つ。あ、ここか。あ、ここ曲がるよ。みんな曲がるよ。こんだけみんな曲がるよったら本能やね。どうかな。信号の手前を右に曲がるところがある。みんな左行きよ。ああ、右曲がる。 そしたら出れる。お、お、お、さすが地元。地元に。地元はやっぱ分かってる。これ右です。あ、ほんとや。林道や。林道。マヨシ、林道がいっぱいある。おい、はい、事故や。事故か。え、どうなっとんの。トラック、どうなっとん。落ちとんの。分からん。ちょっと待って、ちょっと待って。え、だけ混んどんやろ。やけ混んどんの。マジ。マジか。ちょっと待って、これ行くルートがない。うわ、すごい、落ちとる。お、落ちとる。落ちとる。お疲れ様です。じゃあどうするか。それやったらもっと早く出たのに。いや、そうやな、ちょっとこれ予想外すぎるやつ。トラック落ちとって。やべえな。
何のことかと思っちゃった。なんだあれ。新しいヤエレかみたいな。最近の若者はわからんな。なめやがってと思っちゃって、はい、向こう行って、はい、あ、そういうことか、はい、って。そういうことかみたいな。あ、ここでもう止めとる。右はいいやろ。あ、右は行けると思う。こいつたち地獄やろ。あの細い道に全部この車が集中するって感じ。だもう右めっちゃ混んどる。本当や。大変やな。多分自分がお父さんやったらもう諦める。俺がお父さんじゃなくても諦める。一番迷惑なのは東洋とか何も関係なく、本当地元の人が一番迷惑。家に帰りたいって。そうそうあいつ、ようあっこ耐えたな。そうやな、あれあんまま落ちとったら、うん、ダメかって振動レベルやろ、あれ。あ、ちょっと事故があったんで、ちょっと急遽プランを変えて、もう近場の金色温泉行きます。はい。まあ、金色温泉もいいとこなんで。マジ何回か行ってるじゃないですか。、ね、これが大分のいいところや。どこでも温泉がある。え、もう今度やろうな。今度ったら帰ろう。もう着いた。いやー、じゃあ秘密結社ウィーアークーダンデキリー。いい湯だな。いやー、いい湯やったな。あー、まあ、どうなることかと思ったけど、まあ、温泉入れた。まあ、とりあえず温泉は入れたからよ。あ、どうですか、膝の調子は。やっぱ投資だよね。やっぱね。あお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。